ジョグジャカルタ特別州、ジョグジャカルタ特別州は、インドネシア共和国のジャワ島中部南岸に位置する州。州とは、ジョグジャカルタ市。現代の標準的なインドネシア語では、ヨグヤッカルタのように聞こえる。古い綴りではジョグヤカルタであるため、他の言語では、ジョグジャカルタと発音されることが多く、ジョグジャとも略される。名は、平和の街という意味で、名称に関しては、 ラーマアヤな物語のラーマ王子の国、アヨーディアにあやかってつけたと言われる、大のアユタヤと由来がどう南はインド洋に面し、陸は中部ジャワ州に囲まれている。かつ火山であるメラピサンの保水能力と肥沃な土壌により、ジャワ島でも屈指の農業に適した地域である。ジョグジャカルタ特別州は第一級地方自治体であり、他の州と 同等な特別行政地域である。ジョグジャ市のほか農村部のスレマン県、バントゥル県、クロンプロゴ県、クヌンキドゥル県に分かれる。ジョグジャカルタの都市部、の人口は約60万人。ハイアットホテルやシェラトンホテルなど外国資本の有名ホテルが立ち並ぶような観光都市とガジャマダ大学を中心とし多くの私立大学を有する教育学圏都市が、 ジョグジャカルタの表の顔であるインドネシアで最も低額の最低労働賃金が設定されている。アジア屈指の人口密度と貧困率の高さから、多島や都市部への移住者や国内外への出稼ぎ者が非常に多い。公実するように共和国として独立したインドネシアでは唯一地域王出制度が存続しており、スルタンが州知事を務める。 スルタン家は保守派ムスリムによる二千八年のポルの禁止法に対して反対活動の前面に立った。宗民ともども絶対的なアラブ史上主義イスラム教を文化破壊として捉えるなど、住民は独自の文化と歴史を尊敬する恩恵なイスラム教徒が大多数を占める。京都府とは姉妹都市関係が結ばれている。中部ジャワのジョグジャカルタ地域は古来、マタラムと呼ばれ。 8世紀にヒンドゥー系のコマタラム王国が勃興し、10世紀に東部ジャワのプランタス川流域に当選した。16世紀後半、イスラム系のマタラム王国が再び勃興し強制となったが、バタビアに植民したオランダ東インド会社により次第に制圧されていった。18世紀には3時にわたるジャワ継承戦争が続き、 オランダの保護下に入ったマタラム王国は1755年に分割されて、ジョグジャカルタ王国とスラカルタ王国が成立した。後に、パクアラム家がマンクヌ頃の領有を認められた。初代ジョグジャカルタ国王は、ハメンクブーの一世である。20万人の死者を出したジャワ戦争で、中部ジャワは荒廃し、土着支配層に巨しこれに余力を与える。 強制栽培制度が導入されて王国はオラダの下僕となり、オランダの植民地時代を通じて、植民地支配を支える土着支配管理として、土工国として存続した。イスラム近代改革組織ムハマディアの発祥地区であり、現在でもその活動組織の中心である、オランダ植民地公教育に抵抗する民族教育を目的にし多くの民族主義者を、 生み出したタマンシスは発祥のである。インドネシア独立戦争の時期、ジョグジャカルタは、オランダの支配に抵抗するインドネシア共和国の臨時首都となった。インドネシア建国後、他のド公国はオランダに協力的であり、オランダ成長教育機関を卒業しその管理となるなどしたために廃止されたが、ジョグジャカルタのスルタンハメンクブーの旧姓は、国際情勢を読んで独立に協力したため、 特別行政地域として、スルタン領の存続を認められた。土孔国の存続は、共和制、または近代民主主義の観点からは、反することであるが、誕生したばかりで非常に不安定で、多くの問題を抱えていた。当時のインドネシアにとって、国際社会に対して、早急な内政安定の面から封建制を、受け入れなければならなかったという歴史上の側面も、あった。 ジョグジャカルタ出身のスハルトとはスハルトが軍人時代より名優であり、ハメンクブルの旧姓はゴルカル等の中心人物としてスハルト政権を支え、副大統領や財務省、国防省も務めた。2006年5月27日にジョグジャカルタ近郊でマグニチュード6.4、一説には6.2から6.3の地震が発生した。死者5800人以上。 ほとんどが、レンガ造りの家屋が倒壊したことによる圧死と思われる。2004年12月のスマトラ島沖地震の後であり、津波発生のデマが飛び交うなどパニックとなった。一方、コミュニティが発達していたこともあり、被害状況の把握が容易だったとされる。知事職は、ジョグジャカルタを特別州とすることを定めた1 9五十年の法律により、スルタンが知事を、 副知事はパクアラム公が務めることが明記されている。1988年にハメンクブルの9世が死去すると、息子のハメンクブルの10世がする単位を継承し、副知事のパクアラム8世が知事を務めた。1998年、パクアラム8世の引退に伴い、インドネシア政府は特別州知事の世襲制を廃止選挙制を、 導入したが、衆議会は前日の1950年の法律を根拠に、ハメンクブルの10世を知事に、選出、2003年までの任期を副知事なしで、ゲンスルタンが就任した。2008年までの任期には議論の末、知事に、ゲンスルタン、副知事に、パクアラムコーが就任した。2008年までの知事、副知事の任期後はゲンスルタンは、州知事につかないことを明言していたが、 政府とユドヨの大統領の直接の交渉により3年間の特別任期延長が行われた。知事制の今後については、現在、他国の立憲君主制を参考にしたり、文化や歴史も考慮しつつ、ガジャマダ大学の法学者や有識者も加えて様々な角度から審議中である。ハメンクブルの10世は5人の子供すべてが女性で、男子がおらず、継承問題が懸念されている。 ジョクジャカルタの歴代スルタン10人はすべて男性で、性質の長男を当てるという内気がある。ハメンクブルの10世は、毎日新聞の取材に対して、王室制度も男女平等を定めたインドネシア憲法に従わなくてはならないと述べるなど、王女へ、スルタン位を継承する意向を示しているが、イボテイが反対を表明するなど王族内には、異論がある。ハメンクブルの10世は、 宗民からおおむね損失されているが、貧困層が多いにもかかわらず、スルタン家が膨大な蓄財をしていることへの批判、不満も出ている。またスルタン家は、日本の皇室とも交流があり、1991年には、近城天皇がジョグジャカルタを訪問した。ジョグジャカルタ市は、インドネシアのこととして、独自の文化を残す著名な観光地であり、クラトンと呼ばれる王宮には、 今もスルタンが住むが一般に公開されている。ガムラン音楽や影絵芝居でも有名。また、中部ジャワ州のボロブドゥール寺院に赤軍、市中心部から北西40キロ、プランバナンジイン軍、市中心部から東へ18キロの2つの世界遺産は、ジョグジャカルタ市からのアクセスが一般的である。プランバナンジイン軍の近くには野外劇場があり、ラーマヤアナバレーが行われる。 伝統産業としては、ジャワザラサ、バティックが名高い。周辺の農村部は、米の産気作が行われる、国草地帯である。農民の約90%は、り取り専門を含めた、小作冷菜農家であり5月から9月間の寒気の、農寒気には、グヌンキずル県からのべちゃ、タクや、お手伝い小食などの都市部インフォーマルセクターへの、 流入が社会問題として長く提起されている。ジョグジャカルタ市北部にはガジャマダ大学をはじめインドネシアイスラム大学、私立国立ジョグジャカルタ大学やムハマディア大学など高等教育機関が集中する。以前から学生の町としてインドネシア国内では有名であるが学生のほとんどが他州の出身者で占められていたため現在地域の 高等教育機関の開発や経済危機以降の影響などにより4つの国立大学を除いた人口や都市の規模に合わない乱立した私立大学は定員を満たすことができなくなるなど経営の改革を迫られており学術教育都市としての将来に影を落としつつある。ガジャマダ大学は1949年に創立された国立総合大学で18学部 学生数約4万人を有する。多くの著名人や有名人が輩出され、政治経済多岐にわたる分野で活躍している。レンドラは文学部、アミエンライスは社会政治学部出身である。文学部には日本語学科がある。ジョグジャカルタ国際空港は首都ジャカルタ国際空港やインドネシア各地と結ばれる。その他、 鉄道は1873年スマランからソロを経由した路線開通以後ソロスラバヤと結ぶ路線ジャカルタボゴールバンドンクロヤを経由した路線が開通現在もジョグジャカルタ駅はジャワ島東西南北結ぶ主要ターミナルとなっているまたジョグジャカルタ駅からソロ方面に2駅目のメイガウー駅がジョグジャカルタ国際空港の接続駅になっている この他道路網も発達していて、トランスジョグジャのバス路線も充実している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。